自分の好きな、多肉の一つ、こちらが花月をですね、こういうふうにね、100均のコーヒーカップにこう穴を開けてですね、こんなふうに、こちらとこちら植えてます。で、まあいつもなんですけどね、好きな品種中ならこういうふうにこう複数個持ってますけど、これこう育てやすいですね。ですので、まあ初心者さんにね、おすすめの品種じゃないかなというふうに思います。こういうね、こうムチプリでこうエッジがこう赤い、これ大体通年こういうふうにね、赤い感じで、紅葉期はもっと染まりますからね。はい。で、今日はですね、こちらのあの後輩の親とかね、そういったのをこう説明しながら、今日はですね、花月を、別名クリスタルかについて、お話をね、していきたいなというふうに思います。はい、いつものようにですね、室内にまたね、多肉を持って移動しました。さっきもちょっと言いましたけどね、こちらこう花月を、別名がね、クリスタルっていうけど、本を見るとなんかクリスタルっていうのは後で付けられたあの無効名ということで、あまりこう正式にはね、認められてないようです。で、こちらの多肉が、こうありますけどね、花うらら、花うららね、花うらら、これがまあプリドニスですね。花うららはプリドニスで、こちらエレガンス、エレガンスは月影、ややこしいです ね、名前がこういうふうにありますので、刈るときにはね、間違えてくる、あの間違えないようにしてください。花うららはプリドニス、エレガンスは月影ですね。こちらの後輩ですね、花裏、かけ、エレガンスということで、まあ、エレガンスはね、まあいろいろこう、ポトシナ、ポトシナはあの星影ですしね、ポトシナとかあるし、人気の高いねラパスとか、すごい肉厚でいい感じのこうケッセルリンギアナ、これがアルビカンスチューンかな。あとはあのエレガンスヒアリナ、こういろいろね、やっぱ人気があるので、こういろんな種類があります。で、こちらのこうプリドニス、これな、まああのエレガンスも育てやすいんやけど、この、花うららプリドニスもね、すごい育てやすいなというふうに思います。で、まあなんか後輩もね、よく後輩のこう親株っていうかね、それでこう使われることが多いみたいです。で、これこう赤いエッジがこうありますけどね、やっぱこう花うららのこう名残というか、これのあれでしょうね。花うららがだいたいずっとこう、通年こういう感じで、ね、赤いからですね。ちょっとアップにしましょう。赤いでしょ。まあちょっとあんまりいい色じゃないですけどね。はい。こういうふうにこう周りがエッジが赤い。これが、こういう感じでね、こちらの方にこう、出てきてるっていう感じですね。で、これ結構ね、まあこれあの群生してませんけど、こう根元からどん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 小株がこう出るので、そういう意味ではこう生命力が強い、そういったね、品種かなというふうに思います。で、まあ、色合いの感じはあれかな、エレガンスかな。まあ特にあとこうロゼットの、こういうふうなこうカッパ口と言いますけどね、こういうふうなこうカッパの口みたいでしょ。こんな感じのがあのエレガンスのこう特徴なんですね。花うららとは全然違う。違うでしょ。ロゼットの中心がこんなの。エレガンスになるとこんな感じ。ね。こういうふうに違う。で、こちらの方が、そういう意味では、あれですね。このエッジの部分は花うららが出てるけど、このロゼット。これは、エレガンスの感じが出てるでしょ。ね。こうやって比べるとわかると思います。これもそうと思います。これもね。こんな感じ。ね。こんな感じ。こちらもそうやろう。はい。これもそうですね。こんな感じ。だから、まあ、これそれぞれ生産者違ってたかな。ちょっともう覚えてません。こう自分でね、こういう札つけてますので。まあ、それか、すごく花うらら小ぶくので、ひょっとしたら親株からこう出たやつをまた、あれしたのかも、差し木かなんかして増やしたのかもしれません。まあ、はっきりね、覚えてませんけど、まあ、そういうようなことで、すごくこうね、エレガンスのね、こう、いいところ、こう、ほのかにこう、なんて言いますかね、こう、ちょっと粉吹いてね、こう、なんかこう、なんちかな、なんち表現すればいいけど、優雅というか、繊細というか、そういう感じなんですね。
で、こっちのこの赤いエッジで、なんかこう生命力のね、こう強さを感じる、この2つをこう取ったやつですからね、こんな感じですので、こう育てやすいし、こう綺麗ですね、うん、エレガンスのこうロゼットの形をこう、取りつつも、エレガンス人気高いですからね。それでこう花うららのこうエッジ、それとまあなんか生命力の強さというかですね、そういったのをこう、引き継いでるのかなというふうに思います。で、まあこちらの方がね、こんな感じでもうね、相当また例のごとく例によって植え替えが遅れているので、こちらね、せっかくまあ撮影の折なので、これもね相当ね、あれが遅れてるの、植え替えが。葉っぱのここの枯れ葉を取ったんですけど、なかなかちょっとね取りづらいので、これもちょっとね、もう兼ねて植え替えをしつつ、このね枯れ葉こう整理をしていこうかなというふうに思います。ちょっとね、やっていきますかね。はい、まずこちらのエレガンスをやりましょうかね。まあ、最近植え替えいつも通りですけどね、こういうね枯れ葉がうまく取れてません。うわ、なんかあまり良くないな、状態がなんかあんまり良くない感じ。まあだから、まあ、ちょうど良かったかもしれんな。こういろいろ苗がね、こうチェックというか状態チェックするにはですね、良かったかもしれません。あ、取れた、葉が取れた、よいしょ。根はそれなりにね張ってます。はい、これ植え替えて間もないかもしれんな。この枯れ葉整理でだけがちょっとできてなかった感じですかね。ね、はい、こういうやつ、これをねいつもの通りこう植え替えたいと思います。よいしょ。それとこれは相当遅れてる。もうね、この札がこういうふうにもう色あせてしまってるでしょ。だからこれはもうね、相当な、長い、うちに来て、どんだけなるんやろ。もうこの札の古さから行くと、さあな、6、7年は経ってるんじゃないかなと思います。これに植え替えたのは、そう、間もないかもしれませんけどね。このコーヒーカップに植え替えたのは、うわ、いい感じ。ね。やっぱこういう感じで生命力のね、強さを感じますね。こちらね。だから、まあ最初に言いましたけど、かわいいで、こういうふうにこう、強いからですね。うん、強いから、ほんと初心者さんにおすすめ。まあいろんな後輩もありますけどね。まあこれももうほとんどこう、なんて言いますかね、もう普及主的にはなってきてますけど、うん、まあ花うららとね、あれですね、エレガンスの後輩、花うららと月影か後輩なんでですね、まあ、こちらもまあ後輩種といえば後輩種なんでですね、はい、こういったやつというのはこうおすすめだと思います。はい、こんな感じね。はい、あとはね、またもういつもの通り、いつもの通り、ボラ土と赤玉の、配合に燻炭を少々という形の、自分のね、配合の土でこの後植え替えて、植え替えた後はね、またこう最後ちょっと取って終わりにしましょうかね。はい、このような感じでですね、花月夜の3つと、エレガンス、こちらの方を植え替えをしました。花うららは、まあ、ちょっとまだいいかなと、しばらく様子見てですね、植え替えは行わず、ちょっと様子をね見守りたいと思います。こんな感じでですね、植え替えをすると土もね、さっきはなんかこうもうかなりこう粒が潰れてたんですけど、こうしっかりこう暖流化というか、こういう感じでなってますんで、水抜けもいいしですね、まあ、水持ちもいい、そういう形に、ね、なろうかなと。植え替えた自分も気持ちがいいんやけど、まあ、多肉もね、気持ちがいいんじゃなかろうかなというふうに感じてます。まあ、エレガンスの方もね、枯れ葉根元にかなりあったんやけど、綺麗に整理してこのような感じで植え替えをしました。
まあね、今梅雨時期ということで多肉にはちょっとこう厳しい状況ですけど、花月夜とかね、性質も強いんでですね、まあ、しっかりね根付いて、夏をね乗り切ってくれるんじゃなかろうかなというふうに感じてます。ということで、本日はですね、自分のこう好きな多肉かつ、初心者さんとかねにも育てやすいんじゃなかろうかということで、花月夜の説明ということで、今日の動画はですね、お話をさせていただきました。ということで、本日はですね、動画は終了、チャンネル登録としていただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。